グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。川崎フロンターレに所属していた U24 日、本題 MF、ミトマ・カオルは、イングランドプレミアリーグのライトンへ完全移籍した上で、ベルギー一部のリアルユニオンサンジロワーズへンルされることが発表された。ミトマがプレース、ユニオンとは、 どのようなクラブなのだろう今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどでも簡単主張。1ヶ月無料をお試し実施中、A 代表でプレー経験がないミトマは、英国の労働許可書を取得することができず、すぐにプレミアリーでプレーすることは不可能。そのため、ブライ、ムの会長であるトニー・ブルーム氏が保有、ルクラブであるユニオンへのレンタル問い、形が取られることになる。 彼の成長の一環と、てユニオンサンジロワーズへレンタルス、ことを決めた。欧州サッカーに順応し、異なる、境で力を試すためだ。今後一年間の彼の成長を、しみにしているとブライトンの弾足ワースティー・ディー、テクニカルディレクターは、ミトマの絵、とレンタルについてコメントしている。ユニ、ンサンジロワーズは、 ベルギー1部リーグで、デルレヒトとクラブブルフェに次ぐ11回優勝を達成している名門。とはいえ11回の優勝。1903年から1935年にかけての、ものであり、歴史はある。近年は、下部リーグに沈んでいたクラブだ。一時は4部リーグにまで転落し、その後も2部や3、を行ったり来たりしていた。だが過去数年は2、で上位争いをし、 昨季は2部優勝。1972、73シーズン以来に48年ぶりとなるトップリーグ復帰を果たし、そして迎えたシーズン開幕戦では、いきなりゴーアンデルレヒトをアウェーで破るバンクルわ、を起こした。第2説では、昨季王者、クラブブル、ヘニレー、1で破れたものの、先週末の第3説は鈴木、倉の所属する、 ケーベールスホットバニ3、0で解消し、コマで2勝1敗で、勝ち点6。まだ序盤戦ではあるが、失点差で首位に立つという波乱を巻ききこっている。2部で優勝した昨季からチームを引き入れるのは55歳のフェリーチェ・マズ監督。し、ルルロアでは、森岡良太と、ヘンクでは、伊藤潤と一緒に仕事をした時期もあった。 J リーグでキーアーから規格外の活躍を見せ、東京は東京オリンピックでも高いポテンシャル、示した三笘。欧州朝鮮の第一歩となるベルギーの地でも、その力を発揮できることを期待し、い、りょう。